やっほ、ずんだもんなのだ。どうも四国メタンです。今回は古代魚について話をしていくのだ。古代魚、深海にいるシーラカンスとか。そう、古代魚というと深海のイメージが強いのだ。だけど今回はちょっと違うのだ。え、じゃあなんだの。実はペットショップなどで見かける熱帯魚の中には古代魚が多く含まれているのだ。そうなの。中には小さめの古代魚もいるから気軽に育てられるのだ。それは知らなかったわ。どんな魚がいるのか知りたいわ。古代魚ってなんだかかっこいいし買いたいかも。では早速ペットショップにいる身近な古代魚ご紹介していくのだ。楽しみだわ。まず紹介するのはピラルクーなのだ。ピラルクーってゲームの動物の森でも出てくるわよね。知識ってゲームや漫画から得てることも割とあるのだ。ピラルクーとは現在生息するアラパイマ族の唯一の種なのだ。約1億年以上前から存在するとされている。アロワナモクアロワナカエテロキスアカに属する魚類なのだ。約1億年以上も前から、想像より古代だったわ。南アメリカのアマゾン川流域に生息する大型の淡水魚なのだ。平均すると3メートルほどまで成長する。自然環境での一番大きなサイズだとなんと5メートルというサイズまで大きくなるそうなのだ。すごく大型ね。もしかして性格も凶暴だったりする？いやいや、実はとてもゆったりとした性格をしているのだ。口の中に入ってしまわないサイズなら他の熱帯魚と一緒に泳がせることもできるのだ。そうなのね。優雅な感じなんだ。でもやっぱりサイズが大きすぎるし個人で飼うのはハードルが高いかしら。バカでかい水槽が必要になるのだ。そうよね。あはは、水族館に行って鑑賞するのがおすすめなのだ。ピラルクーってどのくらい生きるのかしら？寿命は10年以上と言われている。整った飼育環境下ならおおよそ15年から20年くらい生きるのだ。とても寿命の長い魚なのね。飼育する場合は計画的にだね。淡水魚の代表とされているピラルクーはさっき言った通りとても大きい。でも個人で飼育することもできるのだ。そう、それはそうなんでしょうけど、5メートルサイズの水槽が必要なんでしょう。どこの大富豪よ。確かに成長すると大きな魚なんだけど、幼魚のうちは案外小さいので小さめの水槽でも育てられるのだ。小さいうちはいいけどね。一応質問しておくけど、育てる上でこれをしなきゃダメという注意点は何かあるかしら？それがほとんどないのだ。人工の餌も食べてくれるから手軽だったりする。ということはサイズ問題だけね。後々にアマゾン川などに手放さなきゃいけないということがなければチャレンジしてみたら？私は遠慮しておくわ。水族館で鑑賞を楽しみます。次に紹介するのはバタフライフィッシュなのだ。約6500万年前から実在する小型の古代魚で、アロワナモクパントドンカに属している。胸のヒレが大きいのね。バタフライつまり蝶をイメージするからこの名前がついたと言われているのだ。確かに蝶々に似ていて綺麗ね。素敵な名前の由来だわ。食べ物は昆虫を好むのだ。ええ、蝶々食べちゃう？食べちゃうかもね。水面に落ちてきたいろいろな昆虫を食べるから、蝶が落ちてくることがあれば食べる可能性もあるかも。まあ稀なケースだと思うのだ。蝶々だけは食べないでっていうのも無理な話だよね。そりゃそうなのだ。穏やかなピラルクーとは一転、バタフライフィッシュは縄張り意識が強い。他の熱帯魚と同じ水槽に入れると喧嘩になりやすいのだ。単独の水槽で飼うことがおすすめなのね。また気をつけなきゃいけないことがあって、よく水面を飛び跳ねて水槽の外に飛び出して死んでしまうということが頻繁にあるそうなのだ。え、そんなことあるの？元気すぎない？そうなのだ。だからもちろん蓋をしてほしいのだ。さらにその上に厳重に重りを乗せて水槽の外に出ないようにしっかり対策する必要がある。蓋も吹っ飛ばしてしまいそうなんてすごいジャンプ力ね。それも大変そうだけど、飼育する際に他に苦労しそうなことはあるのかしら？やはり給餌なのだ。もしかして偏食だったり？実はバタフライフィッシュは慣れるまで餌を全くと言っていいほど食べないのだ。え、デリケート。さっきも少し触れたが、メインの餌は虫を好み、特に乾燥した赤虫、クリルなどが主食なのだ。それをピンセットでバタフライフィッシュの目の前まで運んであげれば食べるんじゃないの？そう思うだろ。でもそうは簡単にいかなくて、実は餌を食べることに慣れるまではパニックを起こして暴れたりするのだ。
何よそれ、困っちゃうわね。しかし理解すると、ある日突然パクパクと餌を食べてくれるようになるのだ。心を許してくれたって嬉しくなりそう。それでも暴れてしまってどうしても食べないときはどうすればいいの？生き餌でもいいが、生き餌に慣れてしまうと乾燥餌を食べなくなってしまうことがある。人工飼料を主な餌としてあげるのが最適だと思うのだ。手のかかる子だね。ちなみに水の中を元気にビュンビュン泳いでいるときは注意なのだ。どうして、楽しそうでいいじゃない。実は楽しんでいるわけではなくて、ストレスがかかってしまっているなどの異常状態を指すのだ。楽しく遊んでいるんじゃないのね。知らなかったら元気そうでいいわねって見過ごしちゃうわ。じゃあ普段はどんな感じなの？普段はほとんど動かないのだ。ちょっとつまんないかも。僕の友達がポリプテルスオルナティピンニスと一緒の水槽で泳がさせていたことがあるらしい。最初のうちはオルナティピンニスが呼吸をしに水面に上がるとパニックを起こしていたみたいなのだ。突然のポリプテルスオルナティピンニス。とにかくバタフライフィッシュは繊細さんなのね。慣れてしまうと全く動じることがないらしい。度胸があるんだかないんだか。やはり他の個体と一緒に水槽に入れることはあまりおすすめできないのだ。もしもどうしても一緒の水槽に入れておきたいときは？そんなときは絶対に生活を脅かさない海底に住むような魚がいいと思うのだ。うん、微妙。次に紹介するのはスポテッドナイフフィッシュなのだ。体の外側の目玉模様が気になる。このスポットと呼ばれる模様が特徴なのだ。この種は1億5000万年前から実在する古代魚なのだ。1億5000年前、ピラルクーと同じようにすごく昔から存在しているのね。それにしても長い名前ね。私この名前をペットショップで見たことないわ。ロイヤルナイフフィッシュという古代魚と同様に名前を少し省略して呼んでいることが多いのだ。スポテッドナイフやスポットナイフと呼んでいるお店が多々あるみたいなのだ。スポットナイフは聞いたことあるかもしれない。しかしそんなスポテッドナイフだが、幼魚のうちはアイデンティティである目玉模様はない。ストライプの模様をしているのだ。え、ストライプが成長すると目玉の模様に変化していくの？そうなのだ。そして夜行性なので、朝方や夕方に元気よく泳ぎ回り、昼間は木の隙間などに身を隠している。じゃあ昼間にペットショップに行っても身を隠しているかもしれないのね。動いているところを回転時間に見るのは無理かも。この特徴的な目玉模様は体長が9センチを超えてきたくらいではっきりとしてくるのだ。模様は個体差があって、逆に言えばその目玉模様によって個体の識別ができるのだ。へえ、それは面白いわね。この子は性格はどんな感じなの？性格は少し気が強いという面と気性が荒いところがある。だけど大型の低層系とは相性は悪くないみたいなのだ。気性が荒いのか。生息域としてはインドやタイの広範囲に生息している。そこでは重要なタンパク質として庶民に愛されているのだ。あ、食べられちゃってるのね。もちろん自宅で飼うことも可能なのだ。美味しそうってなっちゃいそう。もし飼うなら水槽はどのくらいの大きさがいいのかな。またすごく大きいのが必要とか。スポッテッドナイフは若干サイズが大きいのだ。またか。水槽で飼育したとしても最大で全長80センチほどまで成長することがある。それを念頭において130センチ以上の水槽があった方が安心なのだ。結構大きいのね。そんな大きい水槽を部屋に置くの無理だわ。さっきも言った通り夜行性だから、日中は設置したシェルターなどに身を隠す。うん。そして消灯した瞬間に餌にめがけて飛び出すのだ。面白いけど目撃しにくい。当たり前かもしれないけど、餌を与える分だけ大きく育つわよね。そうなのだ。もし85センチほどの小さい水槽で飼育したいときは、個体が30センチほどになった時期に餌の量を減らしていけばいいのだ。なるほど。そんな感じで餌の量をうまくやりくりできれば、40センチほどで成長が止まることもあるかもしれないわね。次は餌について。どんなものを食べるのかしら。おちょぼ口に見えるけど。スポットナイフの口は小さく思われがちだが、実は目の下の結構深くまで口なのだ。そうなんだ。だから想像よりも大きなものもごくりと飲み込むことができてしまうのだ。知らないまま初めて見たらびっくりするわね。自然界では他の古代魚と同じで小魚や水の中にいる昆虫を食べているから、生き餌が大好物なのだ。じゃあ人工飼料は食べてくれないの？人工飼料も食べてくれるけど、あまり食いつきは良くないみたいなのだ。電気を消した後に餌をあげたり、
性質を活用すると食べてくれることも多いようなのだ。暗いから見えにくい。次に紹介するのはアミメウナギなのだ。アミメウナギは約4億年前から実在するポリプテルスカというものに属する魚類なのだ。ええ、今までで一番古いしね。ポリプテルスという学名はハウ魚という意味になるそうなのだ。みなそこをニョロニョロと張っているので、アミメウナギは夜行性だから夜間に活発に活動する。なんと肉食性で甲殻類や昆虫などを捕食するのだ。なかなかいかついのね。寿命はどのくらいなのかしら。寿命は10年ほどで、成長すると40センチくらいに成長するそうなのだ。ポリプテルスオルナティピンニスと同じく、主にエナメル質からなる硬い鱗で覆われている。腹びれがないという特徴があるのだ。出た、急なポリプテルスオルナティピンニス。たびたびラスから調べてみたけど、確かになんとなく似ているわね。西アフリカを中心に生息していて、流れが緩い河川や湖や沼などに生息している。空気呼吸をするための肺を持っていて、水面に口を出して息継ぎを行うことができる。だから酸素が少ない熱帯淡水域でも生きられるのだ。すごいじゃない。ところでこの子を育てるとしたら難しいかしら。アミメウナギは病気に強いということもあり、飼育の難易度はそんなに高くない。弱い面としては高温な場所は苦手なので、温度管理は必須なのだ。なるほど。冬場はヒーターを、夏場はクーラーを使用して適切な温度を保つのが大事なのだ。アミメウナギは肉食魚ということもあり、口に入ってしまう小魚や甲殻類はすぐに食べられてしまう。それは気をつけなくてはいけないわね。もし同じ底性のものや同じ種類のもので混泳したいときはどうしたらいいのかしら。そういうときは水槽の中に秘密部屋を設置することで、他の魚と喧嘩をしないようにする必要があるのだ。秘密部屋、あまり他者と干渉しない方がいいわけね。アロワナやオスカーなどの上部分で泳ぐタイプの肉食魚と同じ水槽に入れる場合は襲われてしまう可能性がある。十分広めの水槽を用意して様子を見ながら飼育してあげるのがいいと思うのだ。他に飼育するときに何か注意しなければならないことはある？アミメウナギは水槽に入れてあげるときに水質が合わないと弱って死んでしまうことがある。水槽に入れる際はしっかりと整備をした上で水槽に放ってあげるようにするといいのだ。準備万全でね。そして急激な水温の変化はストレスになる場合があり、悪い病などにつながるかもしれない。だから季節の変わり目などは注意が必要なのだ。人間と一緒だよね、そういうところは。特に水温が下がりやすい冬季にはヒーターを使用した方がいい。水温が急激に下がったり上がったりしないように気をつけてほしいのだ。そしてヒーターを使用する際はカバーをつけないと火傷しちゃうかもしれないから、そこも注意なのだ。やはり生き物を飼うって生半可な気持ちではできないわね。古代魚は案外デリケートな生き物なのね。次に紹介するのはジムナーカスなのだ。あら、つぶらな瞳で可愛い。それは多分幼魚のジムナーカスなのだ。幼魚は一見可愛く見えるが、実は成長すると大型の肉食魚で、とても巨大で迫力のある熱帯魚なのだ。本当ね、とても大きいわ。6500万年前から生息していて、アロワナという大型の淡水魚の仲間に分類されている。アロワナ目魚ムナルクス科魚ムナルクス属に属する淡水の魚なのだ。容姿はウナギに似ていて、石と石などの隙間に体をねじ入れて夜間に獲物を狙って捕食するのだ。ギョムナルクス、初めて聞いた響きだわ。実はギョムナルクスに属しているのはジムナーカスの実で、モノタイプと呼ばれているのだ。モノタイプ、なんだかかっこいい。アロワナといえば縄張り意識が強くて攻撃的な性格だという認識だわ。その仲間ってことはさぞかし怖いでしょうね。細長い顔なんだけど、意外なことに顎の力が強いから、飼うときには取り扱い注意なのだ。水槽内のヒーターなんてバキバキに噛み砕いてしまうのだ。荒くれ者じゃない。あと電気ウナギのように発電能力を有している魚なのだ。ビリビリ攻撃もするの？手がつけられないわ。この子はどのあたりに生息しているの？ガンジス川やナイル川などに生息していて、なんと成長すると160センチほどまで大きくなるのだ。大きい、大人の人間くらいあるじゃない。寿命はどのくらいなの？寿命は15年くらいなのだ。なかなかの長寿。この種は肉食性の魚だから、自分の持っている発電能力と力強い顎を使って夜間に獲物を仕留めるのだ。どのようにしてビリビリを発生させるの？
夜間に使われる発電能力だが、微弱な電気を出すことで体の周りに電場を形作る。それを頼りに獲物の気配を感じ取ったり周囲を把握するのに役立てているそうなのだ。センサーの役割もあるのね。また浮き袋で空気呼吸をすることもできるのだ。空気呼吸ができるのはアミメウナギと同じね。それにしてもこんなに大きくなるなら育て続けるのは大変そうね。ちなみに性格の方はどうなのかしら。結構凶暴なのだ。やっぱりそんなの飼育は無理だわ。確かにジムナーカスは大きく成長するし凶暴だからハードルは高いかもしれない。個人で飼育するときはそれ相応の設備を揃えないといけないのだ。最初は可愛いけど初心者が飼うような魚ではなさそうね。経済的な負担もあるし大きく成長した時の凶暴さを考えると難しいわ。そうなのだ。またジムナーカスを入手するまでには結構な時間がかかる場合もあるそうなのだ。入手困難、上級者の心をくすぐりそうなワードね。さらにジムナーカスは目が悪くて、その上に目の前にあるものに何も考えずに噛みつく癖がある。だから泳ぐわけじゃないヒーターも噛み砕いちゃうのね。他の魚と同じ水槽なんてもってのほかね。おすすめはしないのだ。もし小魚を入れたとしても発電能力で感電して捕食されてしまうのだ。必殺技ビリビリ感電。大きく成長するジムナーカスは同士同士で一緒の水槽に入れても喧嘩することがあるのだ。単一で飼育をして成長する姿を楽しむのが一番いいってことね。飼育への道のりは遠そうだわ。ジムナーカスの多くは水族館などで飼育されているのだ。こちらも鑑賞は水族館で楽しむのが良さそうね。何でも噛みついてしまう性質があるから水槽内の器具も軽々と噛み砕いてしまうのだ。その上大きな個体になると人間の手にも噛みついて手術するほどの大怪我を負わせるくらいの力がある。実際にもそんな事故があったそうなのだ。私たちに見せてくれるために日々飼育してくれている飼育員さんには感謝だわ。飼育のプロとはいえ重々気をつけてほしいわ。次に紹介するのはネオケラトドースなのだ。このネオケラトドースという古代魚は一度は飼ってみたい高級魚と言われている。某ショッピングサイトで平均12万の値がつくくらいの魚なのだ。そんなに高い値段でどんな魚なのかしら。初見、初耳だわ。この魚は熱帯魚ショップでもあまり見ることができない魚なのだ。知らなくても不思議ではないのだ。この種は約3億9000年前からほとんど容姿を変えてないと言われている。とてもロマン感じる魚だと思わない？確かに昔から姿を変えていないって言われたら時の流れに思いを馳せる気分になるわ。宇宙と通ずるものがあるわね。なんだか哲学的な発言だな、メタン。そういう時もあるわよ。とってもわずかだが輸入されていることもある。この魚に憧れを抱いている人も多いと思うのだ。ロマンがあるのは分かったけど、ネオケラトドースってどんな魚なの？ネオケラトドースはオーストラリア廃魚目オーストラリア廃魚科に属する唯一の種なのだ。出た、唯一。似ている魚がいないのね。ネオケラトドースの名前は属名をそのままカタカナで表したものなのだ。正式名称はオーストラリア廃魚というのだ。廃魚は聞いたことがあるわ。ああ、これも動物の森で聞いたのかも。動物の森にはまってたんだね、メタン。この魚は廃魚でその中でも最も原始的な容姿の廃魚とされている。流通の数がとても少ない理由としては1973年のワシントン条約にも記述されていることやアメリカ州の保護規約などの制限もあるからなのだ。だから入手困難なのね。ネオケラトドースの大きさはどのくらいなの？自然に生息しているもので180センチくらいまでになるものもいるのだ。ええ、私より大きい。安心して、メタン。個人で飼育した場合にはそこまで大きくはならないのだ。90センチほどの自然サイズの2分の1くらいの大きさで成長がストップする場合がほとんどなのだ。成長が途中でストップ、そんなことあるの？とは言っても大型なことには変わりない。飼育するときには大きめの170センチくらいの水槽などそれ相応の大きさの水槽を用意する必要があるのだ。どっちみち大きな水槽が必要なのね。飼育に適した水質は水温は約25度くらいがいいとされていて、pH は6程度とされているのだ。pH って何だったかしら？ pH は水素イオン濃度の略称で、溶液中の水素イオンの濃度を指すのだ。酸性かアルカリ性かっていう指標のことね。そうなのだ。つまり pH6 っていうと、どちらかというと酸性寄りの中性なのだ。なるほど、
餌に関してだが、基本的にはネオケラトドースは肉食性なのだ。自然界ではエビ、小魚などを食べているのだ。そうなのね。ネオケラトドースが持っている胸びれと腹びれは他の魚のように泳ぐために使うのではないのだ。ヒレを使って水底を這うように移動することができて、歩行に近い動きに使われる。歩くように前進するから歩行運動と呼ばれることもあるのだ。血を這うように水底で過ごしているのね。じゃあ個人で育てる時も進化するような肉食魚用の餌をあげるのが良さそうね。そうなのだ。気をつけたいのが、ネオケラトドースは驚いたりするとパニックを起こして暴れることもあるのだ。古代魚、デリケートだわ。だからガラスの水槽よりもアクリルのような割れにくい水槽の方が安心なのだ。また少しの隙間でも水槽から脱走する可能性がある。蓋は必須なのだ。もうすぐ脱走する。水槽の中に水草などを入れたいと思うけど、注意してほしいことがあるのだ。凶暴ということもあって砂利を掘り返す危険性がある。だから枝などに巻きつくことができるタイプの水草だと安心なのだ。そんな凶暴な子、うちには迎えられません。待て待て、メタン。凶暴でも廃魚の中では比較的まったりとした性格なのだ。これで。じゃあ他の魚と一緒に水槽に入れても大丈夫？他の魚と一緒に水槽で飼うことは不可能ではないけど、基本的には単一飼育がいいと思うのだ。万が一のためにね。もうそんなのばっかりじゃない。そんなの飼う自信ないわ。次は怖そうな名前の熱帯魚を紹介するのだ。その名もブラックゴースト。ゴースト、お化けなの？なわけない。でも黒いお化けなんて名前なのだ。この魚は熱帯魚なのにもかかわらず、普通の熱帯魚とは全然違うフォルムを持っている不思議な生物なのだ。本当だ。何これ、真っ黒だしなんだかお化けっぽくヒラヒラしてるわ。ブラックという名の通り、全身真っ黒で形は平らで長いヒレを持っているのだ。そのヒレを自由に動かして泳ぎ、自分で電気を発電する。発電まで。少し癖の強い熱帯魚で、約2億5100万年前から生息しているのだ。癖が強すぎるわ。ブラックゴーストは南米のアマゾン川流域に生息している。体がまるでナイフ型をしていることから名付けられた魚、ナイフフィッシュの仲間なのだ。熱帯魚ショップでも売ってる。たまに扱われてたりもするのだ。大きさは熱帯魚ショップでは6から7センチほどで販売されているが、成魚になると40から50センチほどになるのだ。そしてブラックゴーストは肉食性なので、野生では水の中の昆虫の幼虫や成虫を食べる。結構肉食性が多いわよね。ブラックゴーストの特徴は他に何かあるの？さっき言った通り、全身が黒いということと、尾びれの方に白い模様があるのだ。本当だ、ちょっとおしゃれね。もしかして泳ぎ方も特徴があるのかしら？泳ぎ方は、自身が持っている長いヒレを蝶のようにヒラヒラさせて泳ぐのだ。その姿が幽霊に似ていることから、黒い幽霊、つまりブラックゴーストと名付けられているのだ。なるほどね。確かに幽霊みたいにヒラヒラふわふわしているもの。とはいえ幽霊はあくまでイメージなんだけど。夜行性だから活発になる。夜の時間になると動き回るのだ。夜に動き出すって、そこも幽霊っぽいのよ。またブラックゴースト電気ナマズ科に属し、微弱ながら電気を発することでも有名なのだ。この電気をどう活用するの？ブラックゴーストはほとんど目が見えないので、この能力で獲物を探して捕らえるのだ。センサーの役割なのね。ブラックゴーストは自宅で飼うことはできるのかしら？できるけど、自宅で繁殖させることは少し難しいのだ。どうして？理由の一つとしては、性別の判別が難しいということ。もう一つは、同種を一緒の水槽で泳がせると争うことが多くて、複数で飼うことが困難なのだ。実際に自宅で繁殖させたという事例はほとんどないようなのだ。水槽という狭い範囲では無理なのね。ちなみにブラックゴーストの寿命はどのくらいなの？平均的な寿命は10年くらいと言われているのだ。うまく飼うことができればそれ以上生きる個体もいるようなのだ。大きな体を生かしながら特徴的な泳ぎ方をするブラックゴースト、存在はさほどゴーストではない。実はいろいろな水族館で飼育されているのだ。そうなの。もしかして見たことあるのかも。ゴーストという見た目や名前だから、ハロウィンなどのイベントでよく使われるのだ。なるほど、イベント用意だね。ブラックゴーストが実際どんな感じなのか水族館で見つけてみたいわ。
次に紹介するのはアリゲーターガーなのだ。アリゲーターガーは知っているわ。ガーモクが赤のアトラクトステウス属に分類されるとても大きいサイズの淡水魚なのだ。約2億1000万年前から生息している。ちなみにガーというのは氷輪魚の総称で、全部で7種いるのだ。7種類もいるのね。それは知らなかったわ。アリゲーターガーには別名があり、ガーパイクと呼ばれているのだ。ガーパイク、どうしてそんな呼ばれ方をしているの？由来としては、7種類の氷輪魚の総称ガーと鋭い槍という意味を持つ単語パイクの2つの組み合わせなのだ。確かに鋭い槍のような見た目をしているものね。アリゲーターガーは外来種として、最近では日本でも捕獲されているのだ。個性的な体の特徴だが、まず一番に目が行くのはワニのような口だと思う。そうね、頭部から口までの部分がアリゲーターガーの最大の特徴と言えそうだわ。名前にもあるアリゲーターの口によく似ているわ。そしてその長く鋭い口の中にはワニと同じような鋭い歯を持っているのだ。骨格も大きくて、頭部は硬いのが特徴的なのだ。大きさはどうなの？やっぱりワニみたいに大きいのかしら？体長は最大で3メートル以上になることもある。非常に大型の魚なのだ。大きい。こんな大型の魚が興奮して暴れたらとても危険ね。その大きな口を器用に使って食料である魚類や甲殻類を捕獲しているのだ。器用なんだ。意外。他の特徴は何かあるの？2つ目の特徴としては、包丁もびくともしないような硬い鱗なのだ。氷輪魚、硬い鱗の魚だもんね。普通の魚の鱗とは違うのね。頭部以外の部分がガノインリンと呼ばれるタイルの形をした特殊な鱗でできているのだ。アリゲーターガーを含めたガー科の魚は全てそういった鱗を持っているのだ。ガノインリン、強そう。このガノインリンとは、昔から生息している、かつ動きの遅い古代魚にはよく見られる特徴なのだ。タイルの形をした硬い鱗が表面に密着しているので、包丁でもびくともしないのだ。名前だけじゃなく強いのだね。そして最後の特徴としては、肺呼吸とエラ呼吸を両方使っているということなのだ。主に魚類はエラ呼吸だよね。そうなのだ。アリゲーターガーも含むガー類は人間と同じく肺を2つ持っている。だから口から空気を取り込んで肺呼吸もするのだ。2つある肺の役割の1つは浮力の調整がある。つまり浮き袋として使っていて、もう1つの肺で呼吸をしているのだ。なるほど、機能的だね。肺で呼吸をするときには水面から口を出さなければいけない。また季節の変化による水温の上がり下がりによっては肺呼吸の割合が変化する。それに反比例してエラ呼吸の割合が上がるのだ。排出される二酸化炭素はエラから出ていくのだ。両方あると便利だね。体の作りに感心しちゃうわ。アリゲーターガーは最近メディアでもよく取り上げられている外来古代魚なのだ。実は人間には危害を与えないが、特定外来生物に指定されている。実は日本のあらゆるところで生息しているのだ。釣りをしていたらもしかして釣れるかもしれないわね。万が一ガーが釣れた場合は捕まえるのは OK なのだ。だけど家に持ち帰ったりするのは違法になるから注意なのだ。特定外来生物だものね。そもそもこんな大きい魚を持ち帰りはできないわよ。次に紹介するのはシルバーアロワナなのだ。シルバーアロワナはその名の通り、アロワナ科の熱帯魚なのだ。顎にヒゲが2本あるのが特徴的ね。北米の河川に生息していて、この古代魚は1億年以上前から存在していたという説もある。名前の通り銀色の鱗を持つとても綺麗な魚で、個体によってはピンクが勝ってる個体もいるのだ。キラキラピンク、すごく素敵ね。特徴としては、とにかくそのサイズが大きいということなのだ。シルバーアロワナは個人で育てても最大1メートルまで育ち、アロワナ科の中でも最大なのだ。あ、大きい。人工でも1メートルなら、野生ではもっと大きくなるかしら。野生だと最大 1.3 メートルにもなるのだ。とても迫力のある熱帯魚ね。体の大きさとともに重量もすごく、最大重量は4キロにもなるのだ。大きな口で水面に浮かんでいる昆虫や魚を食べて成長していくのだ。食べる姿がとても魅力的ね。観賞用に人気があるのもわかるわ。日本人からしたらシルバーアロワナは人気な観賞魚だけど、現地では食用とされたり釣りの魚とされているそうなのだ。こんな大きい魚が釣れたらテンション上がるわね。現地では市場で販売されていて、庶民的に食べられているのだ。
繁殖力も高いので数もたくさんいて、現地では簡単に捕まえることができるようなのだ。私も今から釣りに行こうかしら。最後に紹介するのは大型魚水槽の主役なのだ。アジアアロワナなのだ。あ、悠々と泳ぐ姿がキングの風格を感じさせてくれるよね。アジアアロワナはアロワナ科の淡水魚なのだ。野生では100センチほどに成長すると言われている。個人で飼育するとだいたい55センチほどで収まってくれるのだ。あら、買うにはいいサイズ感ね。名前の通りアジアの熱帯魚で、普段は穏やかな川を泳いでいるのだ。アジアアロワナって個体によっていろいろ色が違うのね。どれもとっても綺麗だわ。この子には何か特徴があるの？口元にある突き出たヒゲと立派な鱗が特徴なのだ。普段は小さな雑魚を食べているが、幼魚の頃は昆虫をよく食べているらしいのだ。昆虫食べる魚が多いね。祖先はなんと1億年以上前から存在していて、形状もほとんど変わっていないのだ。あら、これまたロマンがある魚ね。また海水に適応していないのにもかかわらず、世界のどこにでも分布しているのだ。だから大陸の移動が起こる以前から存在していたと言われている。なるほどね。もともとは現地の人にとって食用魚として愛されていたのだ。近くの川沼に潜んでいる大きな魚という感覚で、釣りに行って夕食に食べる感じだったらしい。でも骨が多いというのと味が淡白なので高級魚ではなかったのだ。そんな簡単に食べられていた魚でも、現在では気軽には食べられなくなってしまった。現代では食用よりも観賞魚としての価値が非常に高くなっているからなのだ。食べにくいし綺麗だからそうなったのも不思議じゃないわね。そんなアジアアロワナは実は種類も豊富で、とても魅力的な熱帯魚なのだ。大きな水槽、スペース、機材が必要だけど、基本を抑えれば誰でも育てられる魚なのだ。そうなのね。しっかり準備して挑戦してみたい気持ちになるわ。ということで今回は身近な古代魚について話してきたのだ。どうだったメタン？どの古代魚も魅力的だったと思うわ。どうもうだったり大きすぎたりいろいろだけど、一筋縄ではいかないところも可愛く思えてくるかも。もし興味が湧いて育てたければ小型のものは少ないので、できれば大型の水槽を用意した方がいいのだ。そうだよね。寿命も長いものが多いから、いろいろ調べて放流せずに計画的に育てていかなくちゃね。計画はしっかりなのだ。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。